はい、ゆっきーです。久々にね、炭酸水動画始めていきたいと思います。今回紹介する炭酸水はこちらです。ペリエですね。フランス、ナチュラルミネラルウォーター、過去天然炭酸入り。原材料名が水、過去香水。内容量が 750ml。賞味期限は、原産国がフランス、輸入者がネスレ日本株式会社となっております。こちらね、750cc で値段が180円ぐらいでしたね。180円か190円ぐらいかな。まあ、こちらね。最近、こちら、ペリエのグラスをね、アンティークショップから入手しまして、100円で購入しました、こちら。むちゃくちゃ安くてね、これ普通買うとね、中古でもね、3000円はくだらない、2500円はくだらない商品なんです、これ。マジで。本当にググるとそうだよ。俺これ欲しくて、買おうと思ったんだけど、ショップ見たらね、2500円プラス送料が500円で、合計3000円もかかるという。だからね、でね、ヤフオクとかでも探してたんだけど、なくてね、諦めたんですよ。でもね、近くじゃねえや。まあ、売ってたんですよ。よかった。ということでね、ペリエグラスね、入手しましたんで、それの記念にね、忘れてた。シャワー。こちら、ペリエを飲むならこれですよ。こちら、レモン。レモンをですね、輪切りにしてですね、これよ。ペリエっつったらね、あれだからね。ペリエっつったらあれだから。レモンを輪切りにして飲むのが、これが美味しいんですよね。ペリエはレモンを輪切りにすると、実に美味しくなるんで、レモンを、輪切りにしようとは思ったんですけど、やっぱりやめました。輪切りにするのは、やめまして、こちら、短冊切りっていうのか、にしてこれを絞り入れてですね。こうやって飲むとすげえうまいのよ。あ、失敗。ペリエはね。それでは、冷たく冷えたね、このペリエは、レモンと一緒に。もうこれだけでね、すごいね、なんか、金持ちになった気分。すごい。カンピー。うんま。炭酸は若干ね、強炭酸ではないんで、普通の炭酸なんで、割と、そんなに強くない、はないんですよ。だから酒の割り剤としてはあんまり、おそらく向かないというか、まあ、向かないっていうこともないんだろうけど、どうなんでしょうかね。おそらく、強炭酸水ではないんで、そこまで強さはないですね。まあ、ないってこともないんだけどね。普通の炭酸並みにありますよ。炭酸水並みにあります。まあ、サントリーの、普通の炭酸水とかに比べれば、まあ、それぐらいはあるでしょう。ただ、まあ、俺がよく購入してるアマゾンで、売ってる、なんだっけ。強炭酸水 500cc のやつ。あれなんだっけ、最近買ったのは、ボックスってやつ。買いましたけど。まあ、あれよかは弱いですね。でも、普通にうまいっすね。やっぱり。
あの、レモンをね、加えるとちょっとわかりにくいんですけど、このペリエはね、何がうめえかってね、ここには書いてないんですが、あの、コードとか書いてないですね、珍しい。ミネラルウォーターなのに書いてないですね。これのね、凄さはね、あの、ストレートで飲むと、レモン入れないで飲むとすげえわかる。ペリエでググります。これね、ストレートで飲むとね、炭酸特有の酸味がね、ないんですよ、全く。すごいですよね。これはレモン入れてるから酸っぱいんだけど、あ、これレモン入れないと、まるで、酸っぱくないんで、すごい。公式サイトで、見ます。世界で愛されるスパークリングナチュラルミネラルウォーター。ペリエは炭酸ガスとミネラルウォーターの偶然の出会いによって生まれた南フランス産のスパークリングナチュラルミネラルウォーターです。濃密で強く刺激的な泡がもたらす、爽快な飲み口は昔から世界中の人々に愛され続けています。清々しい爽快感と他の味の邪魔にならない特徴を持つペリエは、朝起きた時ランチタイムのお供に、アペリティフとして、あなたのライフスタイルを刺激する飲み物になるでしょう。高度が約 417mg と、まあ、中高水ぐらいですかね。軟水ではないですね。中高水ぐらいですか。で、カルシウムが160mg。1リッターあたり 160mg。そして、マグネシウムが1リッターあたり 4.2mg。そして、カリウムが1リッターあたり、これなんだこれ。なんか変な記号があるけど。大なり小なりのあれかな、空みたいな、大なり小なりの空みたいな、記号ありますね。1mg。ナトリウムが1リッターあたり 9.5mg と。ペリエの美味しい飲み方。そのまま飲むのはもちろん、お酒やジュースをペリエで割ったり、最新、のミクソロジーを楽しんだり。なんだよ、ミクソロジーって。ペリエの楽しみ方は自由自在。あなただけどペリエタイムを見つけてはいかがでしょう。そのまま飲むときは理想的な温度である12度まで冷やしたペリエをレモンスライスとともに氷なしの美しいグラスで飲むことをお勧めします。レモンの自然な酸味がペリエの気泡を一層引き立て、今までにない爽快感を体験できるはずです。うまいよな。自然が生み出した奇跡の水。遥か昔、ピレネー山脈の増産活動による大きな地殻変動が起こりました。その時にできた断層や亀裂により天然ガスを含む地層と地下水の層が偶然に出会い誕生した炭酸水です。南フランスも自然の恵みをお届けします。だそうです。ペリエの水源地は南フランスのベルジェーズ。水源付近に広大な土地が環境保護地区として大切に守られ厳密に管理されています。まあ、炭酸水としては非常に高いは高いんだけど、ただアマゾンで買えば非常に安く手に入りますからね。
アマゾンでね、あの、ペットボトル入りのペリエがあるんですけど、これが1本あたり、あの、アマゾンで買うと、500cc で24本入り、1ケースで買うと1本あたり73円。1742円で買えるという、激安。激安ですね。ただこの瓶のやつは高いんだ。瓶のやつは高いですよ。ああ。一本あたりアマゾンでも169円。しますからね。まあやっぱ瓶の方がやっぱかっこいいですよね。見た目的にね。ものすごいかっこいいですよね。このさ、ラベルとさ、このフォントっていうか、この文字がね。ものすごいかっこいいですね。あー、うまい。ちょっとこれそのまま飲みます。うん。あれおかしいな。うん。うん、あれ？あれ？あれ普通に酸味があるな。おかしいな。前飲んだ時酸味全然ないなと思ったんだけど。あれかな？常温で飲むと酸味がないのかな？もしかして。あれ普通にあれだな。普通の炭酸水となんか、何にも変わんない気がしてきた。でもね、これ常温で飲むとうまいんだわ。そう。思い出した。確かペリエって常温で飲むとすっげえうまかった気がする。冷やしちゃったんだよな。まあいいか。殺菌方法無殺菌だって。あ、これ殺菌してねえんだ。pH が 6.0。硬度が 381.9。硬水となってますね。ボトリング方法、採水池で直接ボトリング。ウィキペディアによると、世界140カ国の喫茶店やレストランで飲まれている最も有名な炭酸水である。特にヨーロッパではペリエを置いてない飲食店はないと言われるほどであり、食前酒の代わりにペリエを飲む習慣もある。これね、炭酸水ってね、ほんと食前酒っていうかね、食前酒になるんですよ、本当に。飲むとね、いい感じに活性化されてね、空腹が来るんですよ。これを飲むとね、空腹が来るんですわ。うん。なんていうかな。腹減ってなかったのに、これを飲むと腹減ってくるんです。本当にマジで。ペリエの名は1898年に水源の所有権を買い取り、ボトリング設備とボトル開発に注力したフランス人医師のルイ・ペリエ博士に由来する。あ、そうなんだ。きめ細かく長く弾ける炭酸が特徴で、ナポレオン3世が、フランスの誇りと絶賛したという、逸話がある。フランス語の俗語では、ペリエのボトルは胸が小さく、尻の大きな女性のことを指す。多分これのあれなんでしょうね。このボトルの形。確かに、言われてみると、このケツデカ女みたいな。
胸がちっちゃくて、ケツがでかい女に見えますね。まあでも、まあ、まあ、まあ別に悪くはないですよ。胸がちっちゃくて、ケツがでかいのは別に悪くはないです。それだけスタイルがいいっていう、意味ですからね。まあ、うん。まあ、いわゆるフランスのなんか、パリとかの、なんだっけ、ね、よくあるけどね。なんか、ファッションショー的なのあるじゃないですか。ああいう人たちって基本的にケツがでかくて、胸がちっちゃいっていう。で、痩せてるという、まあ、印象しかないですけどね。まあ、ファッションのあれはともかく美人ですわ、ね。うま。ペリエやっぱうめえな。やっぱりペリエはうまい。本当に普通の、あれなしで、冗談抜きで、ペリエは普通に飲んだ方が、飲んでみると全然違いますね。例えば、そこら辺で売ってる炭酸水の代表格で、ウィルキンソンとかね、ありますけど、あれは、あれと、飲み比べたら確定でわかりますね、これは。うまさがね、違うとかね、うんぬんじゃなくてね、そもそも炭酸のね、下から下に伝わる炭酸の細かさとかね、がね、明らかにね、ウィルキンソンとかに比べるとね、圧倒的に細かいんですよ。ウィルキンソンとか大体普通の炭酸水って、キメが粗いんですわ。口の中に広がる。うん。こっちはね、細かくて、優しい感じっすね。やっぱり。ウイスキーの、響きを、ペリエで割ると、なんか、いいらしいんですよ。うん。シャンパンの味って書いてあるね。どっかのブログに。ただね、響きをね、ハイボールにするとかいうね、もうそもそもそれはにわかなんだよ。俺から言わせりゃそんな響きみたいなクソ高いね。これ1万超えでしょ？響きってフルボトルで1万超えるでしょ、これ。こんなね、高級なね、ウイスキーね、ハイボールでするとかね、頭が狂ってる。うん。まあ、そもそも響きを買う時点で、まあ、買うっていうか、好んで買う時点で、まあ、頭が狂ってるとは言えるんだけど。響き、値段の割に全く美味しくないですからね、あれね。無駄に、万超えするけど、響きっていくらだっけ？響き12年とか、確実に気違いだ。響きの無印でも5000円するからね。アマゾンで5200円します。で、12年ってなったら、確実に万超え。響き30年に至っては、恐ろしいですね。ほら。言わない。言うまでもないですね。てか、今もしかして響き12年もうなくなったのかな？もしかして響き12年が、もしかしてなくなったパターン？ 12 年なくなって、ノンエイジになったのかな？
ああ。で、ノンエイジになって、そうっぽいですね。山崎も12年が亡くなってノンエイジになったみたいな感じなんですよね。あら、完全に劣化でしょう、ね。で、17年はあるっぽいですね。響きの、17年は、あれどこ行った？あ、響きの17年はまだ売ってる、今売ってるっぽいです。値段が17,680円。これを高いと見るか安いと見るかだけど、まあ、俺としては確実に高いでしょうな、これは。まあ、こんなの買うんだったら、俺は、あれ買いますね。ボーモア12年買うか、マッカラン12年買うか。まあ、高級なあれだとすると、やっぱマッカランですよな。マッカラン買うな。マッカランとボーモアのうまさはもう、恐ろしいからね。口の中に、もう、8切れんぐらい広がるかな。マッカラン12円が7200円ですね。やっぱね、マッカランは高いですわ。フルボトルで7000円もする。ボーモア12年が4000円ぐらいでしょ。マッカラン高いけどうめんだよな。マッカラン高いけどうめんだよな。でも、響き俺確か前、17年ミニチュアボトルで飲んだことあるけど、大衆うまくなかったぞ。あれ大衆うまくなかったよね。値段高い割に全くうまくなかった気がするな。本当にこれ17年熟成したのって感じ。山崎と同じタイプの味でしたね。本当山崎の12年も昔飲んだけど、ノンエイジだっけ？ノンエイジ飲んだんだっけ？全然クソみたいに若い、樽の味だったな。あんなの、白州もそうだけど、あんなの買うやつはマジで。まあ、ちょっと、狂っとるな。味覚が多分おかしいんだわ。ああいう人たちは。と、俺は思ってますね。あ、これはペリエね。ペリエの話。これはいらない。ペリエは、これはうまいでしょう。これは五つ星でしょうね。五つ星。これ間違いない。ご視聴ありがとうございました。